こんにちは、シェロ T です えー、今日はですね、ウータンクランナイキのダンク範囲の限定アクセスが来ましたという話をさせていただきたいと思います。えー、今日のね、12時頃なんですけども、これが来てね、えー、もう本当に X とかのタイムラインすごかったですね、えー。皆さんが多分ね、スニーカー好きな人はね、ポストされてたと思うんですよね。で、今回はですね、これが2回目ということで、今までね、あんまり限定アクセス2回目、しかもね、かなり早いタイミングでね、来てるということで、珍しいなというところなんですけども、これについてですね、ちょっとした考察などお話をね、させていただきます。 いきたいたと思いますそれと僕のところにもねこの限定アクセス来ましたんでそれのね登、えー、落結果というかなんというかな変えたかどうかというところについてもね結果をお話をしたいと思います、えー、ということでまずですね今回このウータンダンクなんですけれどもウータンクランっていうねヒップホップグループがあるんですけれども93年にですね出たアルバムエンターザ・ウータンがですね超名盤として知られていてその中のクリームっていう曲があるんですけれどもこれに関してはですね本当にもうクラシックというふうにね言われてますそんなウータンクランとナイキのですね1999年に出た えまあ幻のスニーカーと言われているフレンズファミリーで36足だけね配布されたと言われているものがあるんですけどもこちらがですね一般発売されたのが今回のこのウーダンクであるということなんですけれどもこれが正式発売が11月の9日だったんですよねもう結構前に終わっているんですよねで僕もねライブコップということで生配信でねスニーカーズでチャレンジしたんですけども買えなかったということだったんですねそしてその前にもですね限定アクセスがありましたそれが11月の7日ということでね正式の発売日の の2日前に限定アクセスがあったんですよねこの時の限定アクセス僕も来たんですけれども当選した報告に関しては僕のね、えー、まあ知る限りというかね視聴者の方からの報告の中では結構少なかったなという風な感じでしただからこれね結構即数少ないのかなと思ってたんですよね、うん、そんなに多く出てないかなと思ってたんですけれども11月9日の正式発売日にはですね、えー、各いろんなところのね小売店の方でも発売がされましたそしてもちろんねナイキのスニーカーズの方でも発売されましたが、えー、例えば小売店で言うなら アトモスはですね、えー、まあ全国展開しているチェーン店ですけれども、1店舗のみでね、ね、えー、東京の1店舗のみで発売という風な形になったので、もしかしたらこれ数少ないんかなという風にね感じてたところがあったんですよね。えー、そうしたところ、ね、割とまあ、ん、少なすぎもせず、多すぎもせずみたいな感じで、ですね全体の速数的には世界7万足だったそうなんですけれども、日本でも割とね多くの数が売られたのかなという風に思ったんですよねねねただだ、ね、やっぱり1999年にです、ね、36足だけね。 フレンズファミリーで配布されたっていう風なねそういった幻のスニーカーっていうところもあってですね一般発売になってからのプレネはかなり上がるんじゃないかなっていうことが予想されたっていうのがあってそう思ったらおそらく転売目的の人が、ね、結構いてたと思うんですよねなので、えー、購入した後ですねすぐにニ次ルーツ例えばスニーランとかに出してちょっとしたプレネが付いた状態で販売するという方が結構多かったっていうことでもあったんですよねこういったアーティストものっていうのはそのアーティスト自体のねファンがいてて、えー、しかもこのウータンクランっていうね伝説のヒップホップグループっていうこともって ありますんでで普段ねスニーカーカが好きで集めててヒップホップあんまり聞かない方もいらっしゃると思うんですけれどもえこのウーダンクに関してはですねヒップホップファンで逆にえ普段スニーカーをそんな集めてるわけでもないっていう風な方もですね欲しかったものじゃないかなと思いますということがあってですねまあ、転売によってちょっとまあ値段がつり上がった状態でですね二次流通で販売されるっていうことがあって結構まあ僕は、ね、悲しいことだなと思ってたんですねまあでもねあの市場原理そんなもんなんでねえ大体まあみんなが欲しがるもんっていうのはね転売の対象になったりとかするんで まあそれはねある程度仕方ないことなのかなと思ったりしますがただ当初に比べるとプレネはだいたい落ち着いてましたね割と二次流通に出てる価格なんですけれども3万5千円前後ぐらいで出てるっていう感じだったんですけどもそれもだんだん落ち着いてきてえまあ昨日ぐらいまでかなは2万5千円前後の価格だったかと思いますまあちょっとね大きいサイズはねまた高かったんですけどね3万とかするサイズもあったんですけれどもだいたいゴールデンサイズであればね2万5千円前後っていうところだったかと思いますっていうふうな感じでですねまあビプレネっていうところですよね えー、そんなにまあ高くないプレネがついてたという感じでしたそれでもねやっぱり公式から買いたいなっていうふうに、ね、思ってる方も多かったと思うんですよねわざわざ転売を返して買いたくないっていうのがね本音だと思いますんで、えー、っていうところもあったのでまたショックドロップとかスニーカーズリザーブみたいなやつでね、えー、在庫とか開放せえんかなっていうふうにねナイキまだ持ってんちゃうかというふうに思ってた方も多いと思うんですよねそこに来てですね今日、えー、2回目の限定アクセスが不意に行われたということなんですねでそれがあったのが12時ですねお昼の12時にありましたで でこれ気づいた方がね実は割と少なかったんじゃないかなと思うんですね。えその理由はなんでかというとですね、えー、今日の12時通常は限定アクセスあった場合通知がね来るんですよ。僕は、えー、iPhone 使ってますけど iPhone だったら通知のバナーがね出るはずなんですよね。なんですけれどもバナー今日出なかったんですよ。で僕だけじゃなくて多くの人がこれを言っててですね、えー、来た人いないんじゃないかな多分限定アクセスのバナーで僕はたまたまね今日12時にこの iPhone ね、えー、スニーカーズ見てたんですよ。 たまたまっていうか構えてなんですけどね、なんで構えてるかというと、えー、明日ね、16日じゃないですか、11月16日、明日そのトラビスのですね、ジャンプマンジャックのダークモーカーが発売になるっていうふうに噂されてる日なんですよ。で、多分出ないんですけど、今のところね、まだ全然あのスニーカーズにも出てきてないし、どこにも発売情報ね、出てきてないから、多分出ないんですけれども、それのね、限定アクセス来るんちゃうかなと思ってたんですよ。もしかしたら、前日やからね、というふうに思ってたんですよ。だから構えてたら、ウータの方が来たみたいな、そんな感じでね、 僕は気づくこことととがでできたという,ふうなことなんですね、まあ、同じように多分ね見てた人明日ねそのジャンプマンジャック出るんじゃないかということで限定アクセス期待して待機してた人はですねおそらくその限定アクセス数が来たのをですね確認できたかと思いますそれでこちら見ていただくとですねスニーカーズのこれは通知のねところなんですよスニーカーズのアプリの中の通知っていう欄なんですけどもこの欄を見ていただくとですね過去の僕の限定アクセスそして本発売になった時に買えなかったやつとですねそれと今回 今回来た限定アクセスが並んでるっていう風なね、なかなか異様な光景になってます。多分僕と同じね、この状況になってた方多いかと思うんですけども、それでですね、今回この限定アクセス、かなり売り切れになるのが早かったみたいですね。はい。それはですね、ちっちゃいサイズは残ってるんですけれども、大きいサイズ、まあ、メンズサイズというかね、あのゴールデンサイズと言われる26センチからね、28センチぐらいまでのサイズ、結構まあかけるの早かったということもありますし、あとね、あの大体どのスニーカーもそうなんですけども、ビッグサイズと呼ばれる29、30ね、 とかかかっってていいう風ななななサイズってなかなかね数がないんですよそんなに、ね、たくさん作られてないっていうのがあってこのウーダンクに関してもおそらく大きめのサイズがね欲しい方にとってはですねだいぶね数が少ないんで買えなかったっていう風な方も多かったんじゃないかなと思うんですよねでこの限定アクセスはですね前々から言われている通りですねちょっとルールが最近変わってるんですよねもともとはこれは限定オファーみたいな感じで買いませんかっていう風な感じで来てですねそれで早い者勝ちみたいなことで在庫がある状態でイントレしたら買えるみたいな そんな感じだったんですよねなんですけれどもちょっとだけね仕組みが変わったっていう風に言われてて以前にね限定アクセスのアップデートがありましたよということでちょっとだけルール変わったんですよねそれによると、えー、配布する数オファーする数を狭めてですね当選する確率を上げるみたいなそんな感じでですねアップデートをかけたっていう風な説明がされてましたなので今回ねもしかしたらその、えー、限定アクセスの配布された数っていうのは結構少なかった可能性はあるなと思いますねで当選した数なんですけども正直ね前の1回目と変わって 変わららん感じはしたなと、えー、まばらに当選した人もいれば当選しなかった人もね、えー、僕のその X の方のリプであるとか、あとね、SNS とか見ててもね、あの報告があったんですよね。なんですけども、いつも言うようにですね、当たった人の方がやっぱりこの報告っていうのはするんで、えー、当たった人多いように感じるっていうところはありましたが、多分ね、そんなにおそらく今回、たくさんの方が当たったような感じはしないというのが僕はありますね。それはね、あの、スニダの出品状況を見てても思うんですけど確かに出品ね、増えたと思うんですね。増えたと思うんですが、そんなにね、価格ね。 変わってないんですよねまあもちろんねまだ届いてないから出品するのを待ってる人もいるでしょうけれども一応ね出そうと思えば今からでもね、えー、当選した人出すことできますんで、まあ、ちょっとね変わってくるかもしれませんけどなので今回当たった人はね僕結構ラッキーじゃないかなと思いますねはいまあ2回目のね限定アクセスなんでほんとダメ押しですよね、えー、買うチャンス3回あったわけですよ限定アクセス1回目来た人は1回目と正式発売の時と2回目の今回ね、えー、今日のやつとっていうので3回あったわけですよね11月9日に店頭で並んだ人はさらに買うチャンスあったかな と思うんですけれどもややっっぱりねねととたっていいい人もも、ね、多いんじゃないかなか思いますもちろんね、限定アクセス自体今回来なかった方もね、いるかと思いますし、12時になって通知がね、今回出なかったので、気づかなかったという人もねいるかと思います。そういった方はね、今回も買えなかったということで残念かもしれないですね。まあでも今回はね、買えなかった方も仕方ないと思いますね。こんな限定アクセスが普通のね、その発売、その正式発売日の前後にね、サンドイッチする形で出てくることがな,ないですからね。だからすごい特殊な例やと思いますんで、今日買えなかった方 もう仕方ないと思いますねというか、結構今日変えた方、運いいんじゃないかなと僕は思いますね。ただ、この限定アクセスがね、またあるんじゃないかと、まあ、限定アクセスとは言わずですね、またこのウーダンクを変える機会があるんじゃないかっていう風に感づいていた人もいるんですよね、えー。それどういうことかというと、僕の X のね、リプの方にですね、こういったコメントがありました。今週新たにスニーカーズでプロモーションが加わってましたよね、ということでね、言っていただいてます。これはね、どういうことかというと、こちらの映像ですね、見ていただければ、これですね、えー。これはウータンのですね、 ダンク発売後にね新たに出てきた映像なんですよねこんなんね正式発売が終わった後にプロモーション映像を流しても意味ないじゃないですか通常ねなんですけどもこれが出てきたことがちょっと怪しいなという風にね感付かれたようですねどうやらこの方そしてもう一つね別の方からのこういったリプもありましたこれですねということで、えー、これスクショをね添付していただいたんですけれども、えー、さっきのね、えー、見ていただいてた映像のですねところの字幕を見ていただくとですねまたウーンそのようですね何度でもやってきますよという風にね書いてあるわけ こ、ね、これねねね今回のこの限定アクセスもししくは、ね、再販売ががあるるるっっててとを示唆してるんじゃなないいいかというふうででですす、ね、そういった読みができるわけです、ね、確かにね、おかしいですもんね。こんな、え、プロモーション映像が販売後に出てきてね。しかもこんな言葉、意味深な言葉が用意されているというかね、えー、まあ、出てきてるということであればですね。やっぱりなんかこれあるんじゃないかというふうにね、思うわけですよ。確かにね、今言われてみたら、これはすごく違和感を感じたというかね、僕もこれ見てたんですよ。見てたから、やっぱこれなんかあるのかなというふうにね、 今ね、考えたら思うんですけども、まさかね、こんな早くにね、再販があると思わなかったですね。再販というか、限定アクセスがね、あると思いませんでした。で、今回のこの限定アクセスはですね、キャンセル分を限定アクセスっていう方向にしてですね、販売したっていう説もあります。まあ、これがね、正しい可能性もありますが、えー、さ見ていただいた映像の方でですね、再販を示唆されていたということ、そしてその正式発売が終わった後なのにですね、え、プロモーション映像が新たに加わったということを考えると、もともとこれね、予定されてい られてたたんじゃなないいいかとう,うにちょっと思いましたね僕はキャンセル分が出るかどうかっていうのはナイキの判断じゃわからないじゃないですか購入者がキャンセルするかどうかに委ねられるんでどれだけキャンセル分が出るかわからないのにあらかじめキャンセル分をですね予定してっていうことで限定アクセス組むっていう風になってくると例えばですけども今回のねこのウーダンクめちゃめちゃプレについて誰もキャンセルしないみたいなことになった場合ですね今回みたいに大々的にね、えー、2回目の限定アクセスっていうことは行われないと思うんですよなののでおそらく僕はこのね、えー 限定アクセス今回2回目のものっていうのはあらかじめナイキが予定していたことじゃないかなっていうふうに考えれるなと思いますはいなかなかそれだったとしては面白いなというところですよね、えー、まあいろいろね本当にナイキは今工夫しながらですね売り方考えてるってことは前々から僕もお話ししてますけれども今回のこの限定アクセス2回目っていうふうなやり方はですね今後ももしかしたら取られるんじゃないかなと思いますねはいなので、えー、今日ね僕があの狙ってたトラビスジャンプマンジャックの新色ダークモカの 限定アクセスこれを狙ってるわけですけどもこれに関してもまた特殊な売り方で販売される可能性もあるんじゃないかなと思いますねまあ、少なくとも多分明日はね、えー、今これまだねあの出てないのでスニーカーズの方に夕方時点なんですけれども11月15日の夕方時点ですがまだ出てきてないので多分ジャンプマンジャックのダークモカに関してはですね明日発売はないであろうとおそらくはい考えることができるかなと思いますあ最後にね僕が買えたかどうかの話これすぐ忘れてたんですけども、えー、今日のねちょっと一連の流れ画面収録 しといたんでこれ見ていただければと思うんですけれども、まず昼12時に限定アクセス来ました、多分ねちょうどぐらいのタイミングだったと思うんですよね、僕、これね、身構えてたんで、今日ジャンプマンジャックあると思ってたから開いてたんですよ、そしたら、限定アクセス来たことに気づきました、これね、どこで気づいたかというと、通知のところなんですよ、通知のところ見て、やっと気づきました、タイムラインにも僕が見た限りでは出てきてなかったんですよ、だから、この通知のところを押してじゃないと気づかなかったと思うんですよね、はい、気づけなかったんじゃないかなと思います、皆さんもね、多分僕もそうでした。それで 通知のところを見てこの一番上のところ限定アクセスまた来てるえって思ってなんでって思ったんですけど、えー、これタップしてみるとですね完全に今日の日付で限定アクセス来てたんですよねなのであこれはあれやと2回目やというふうに思ってちょっと戸惑いながらもですねやっぱり欲しかったんでこれはねゲットしようと思って、えー、自分のサイズ28.5選んでそれでエントリーしたんですよそしたらですね保留中になってこれね結構エラーが出てね最初エラー出つつも、えー、画面切り替わって保留中になってあできたんやとエラーは出てるけども普通にエントリーできたんやと思ってねそれで 放置ししてました、えー、そうしたところですね、こちら、ゴテムということで、はいえー、今回変えましたわ、はいえー、もう久しぶりですね、めっちゃ久しぶりに、えー、スニーカーズで当たりましたね、はい、だから去年の、えーあれですね、アンブッシュのエアフォースワンブリス、ねはい。 だから、本当にもう1年以上、1年半ぶりぐらいかな、めちゃくちゃ本当に久しぶりに買えました。はい。まあもちろんね、そのナイキのスニーカー自体は、僕はセールで買ったりとか、あと定価でね、あの買ってるものとか、そのナイキドットコムで出てるやつとかはあるんですけども、スニーカーズでゲットしたのも,もう本当に久しぶりです。はい。なので、えー、今回はですね、3度目の正直ですね、最初の限定アクセス、だめでした。僕、エントリーしたんですけども、買えなかった。そしてですね、えー、正式発売の時も買えなかった。で、今回、やっと買えたということでね。 はい。えー、まあ僕の連敗記録ストップしましたね、これで。多分20連敗ぐらいしてたんちゃうかな、今まで。はい。今年に入ってから1回も変えてないしね、スニーカーズで。っていうこともありましたが、えー、やっとね、変えたということで、えー、今回はこれでね、本当に良かったなと僕の中では思っております。さっき言ってたみたいに、プレネについてもですね、二次流通、そんなにね、今上がってないんで、これから到着したら、今日変えた方の手元に来た時にですね、まだもうちょっと下がる可能性もあると思いますが、まあでもね、今回のこのウーダンクに関してはですね、プレネが どうのこうのの話ではなくですね普通に欲しいかどうかというところで買う人もね多いかなと思うんですよ今日ね来ると思わんかってですね、えー、ちょっと前にプレネル買ってしまったわという人もいると思いますが、えー、そういった方もですね気を落とさずに、はいえー、欲しかったものが手に入ったことには変わりないんでね、はい、ちょっとしたお金はねちょっとかかったかもしれないですけどもそんな読めないですからね、はい、ナイキが今日限定アクセス出すなんて僕も読んでなかったからヌビアンで12時から発売になる 1906A っていうねニューバランスのスニーカーがあるんですけれどもあのフィニッシュード仕様になっ ななっっっててるややつつですよね切りっぱなしになってるやつこれめっちゃかっこいいなと思っててこれをブラック欲しいなと思ってたんですよねだからこっちを買おうとも思ってたんですよ限定アクセスなかったらと思ってたんですが限定アクセスあったんで僕買えたんでこっちの方はねちょっと今回はパスしようかなと思ってます予期せぬことだったんですけど僕はね、えー、なんとか運良く手に入れることができましたのではい、えー、よかったですはい皆さんいかがですかね、えー、今日手に入れなかった人もねいると思いますし、えー、僕もいつもそのような、えー、悔しい思いをしてましたんで今日はねちょっと喜ばせていただきたいと思いますがはいこんだけ スニーカーの話してるのにほんまに買えないなっていう時がね続いてましたが、はい、やっと買えましたので、はい、皆さんも、えー、ぜひね次回欲しいものがあった時はチャレンジしていただけたらと思いますで最後にですねウータンクラのメンバーがこのウータンクに関してねどういう風にねあの扱ってるかというところなんですけどもやっぱりね一番メインですごくねあの登場してるのがこれレザーなんですよねレザーがスペシャルボックスにサインとかもしてるんで、ね、かなり今関わってるんだなと思うんですけどもそれ以外にはジザーが上げてたりとかもしましたねインスタグラムにその他ですねメスは全然上げてなかった 何にも挙げてなかったです、はいえー、そして、えー、このゴーストベスキラーはですね自分のフィギュアの方の宣伝をしてましたね最近の投稿でなんですけれどもウータンのね公式のインスタグラムウータンクラン自体のですねグループの公式のインスタグラムの方ではほぼこのウータンクについてしか語られてなかったというかもうこの投稿ばっかりでしたねはいっていう感じでめちゃ盛り上げに来てるのが面白いなと思いましたね、まあ、こういったメンバー間の温度差みたいなところがあるのもね逆にウータンらしいなというふうに思いますね個そ、まあ、ここそれぞれぞの、ね、個性があるるというかそういうかに感じることができ 今回は僕無事に手に入ることができましたのでまた届いたら着用レビューさせていただきたいと思います最近ちょっとやってなかったんでやりたいなと思いますそれでレビュー終わったらこのトライブコールドクエストコラボの AJ1 の隣にね置きたいと思います、まあ、90年代つながりですね同じニューヨークってこともありますし、まあ、全然スタイル違うんですけどねネイティブタンですしね、えー、なんですけれどもこの隣にね同じ年代のものとして置きたいと思います、まあ、そんな感じで今日はね、えー、本当に手に入れられてよかったです、えー、皆さんの戦果も聞かせていただきたいと思いますということで 本日もご視聴いただきありがとうございました。CRD でした。